今日も世界のみんなのものに向けて動画を配信していくぞ。いやー、前回話したけどさ、僕もポケモンたちとピクニックしたくなってサンドイッチの材料買ってきちゃった。まあいつ行けるかは分かんないんだけどね。さてさて、今日はみんなのものお待ちかね、なんじゃこの相棒は何者なんじゃ、ゲームの答え合わせ。たくさんの予想コメントありがとうだぞ。世界中のみんなのものが挑戦してくれたみたいで僕嬉しい。答えを今日まで引っ張ったおかげで動画の視聴者数もしびれどんのぼりの超激バズ。おっとっとっと、さーて、みなのもののコメントを確認確認。新米トレーナー氏、もしかしてピカチュウですか。ちょっと違うんだな、でも同じ電気タイプだよ。グレッグルマニア氏、グレッグルかな。あー確かになんとなく似てるかも。あー持ち物は磁石氏、いやーいつもありがとう。なになに、おほバッチリ正解。ちょっと待っててね。ダメダメ、まだ正解は見せないよ、すぐに見せたらもったいないし。んじゃもう皆の者準備いい、目をコイルにして注目せよ。皆の者お待ちかねの正解発表。超キュートで頼れる相棒ハラマリンです。どうどう、予想合ってた。んじゃ改めてヒントをおさらい、みんなのものスクショタイムだぞ、脳内フォルダに焼き付けろ。触るとプニッとしてて目玉みたいに見える、ここは実はコブ、お顔はここだよ、かわいいでしょ。体を伸び縮みさせてお腹で発電するんだ。のんきなイメージがあるけど、さっきみたいに突然素早く動くこともあるよ。てなわけで改めて正解はハラバリーでした。ま、僕のファンなら分かってくれたよね。今回さ、なんじゃものこと教えてってコメントもたくさん、皆のものってば僕に興味津々ってことだね。あーん、さすが僕、バズりまくりの人気者。でもこれってまだまだ僕の人気もチャンネル登録者数も上がるってことなのでは。にしししし。じゃあ初めましての人のためにババーンと自己紹介。僕は何でもネットに動画をアップして夢を振りまくインフルエンサー、そいでパルデア地方のハッカーシティで電気タイプのジムリーダーとしても活躍中。ハラバリーたちと一緒に挑戦者たちとバトルを繰り広げてるぞ。そこの君も僕のファンが楽しめるようなしびれるバトルをよろしく。ビリビリっと来ちゃった君はパルデア地方のハッカーシティまで僕に挑戦しにおいでませませ、いつでもコラボしてあげるから。てなわけで、あなたの目玉をエレキレット、エレキトリカルストリーマー、何者なんじゃ